参議院補欠選挙は知事選に出馬を表明した山田修司氏の辞職に伴い今年4月に行われます。自民党県連は先月その候補者として比例代表で選出された宮本修司参議院議員に出馬を要請していました。今日開かれた会合で宮本氏は支援者などの了承が得られたことを報告しました。出馬要請をいただいたときには、大変ありがたく、そしてまた大きなお話だと受け止めました。まずは試練となるこの補欠選挙を乗り越えなければいけないと思っておりますので、その先にまた強い思いを持って、仕事で皆様方にお答えもしていきたいなと思っています。参議院補欠選挙をめぐっては、立憲民主党が候補者擁立を模索しています。参議院補欠選挙は4月7日告示、24日投開票です。